8時になりました。明日12月22日金曜日に向けた株式投資についてお伝えいたします。先ほどアンケートを出させていただきました。お答えいただけると嬉しいです。まずは外境。引き込み発表された有望 IR、その他の IR、本日の増配株、昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率、 値下がり率ランキング。明日反発期待の本日の急落銘柄。近規上場スケジュール。決算スケジュール。配当関連情報。明日のデイトレ候補。トピック。逆張り候補。順張り候補。今日の気になるチャート。去年の今。リバ取り候補。空売り候補。本日のバッド IR の順でお伝えいたします。まずは外況です。ダウ、ナスダック、日経ともに下げとなりました。 ダウは475ドルの下げ、マイナス1.27%。ナスダックは225ポイントの下げ、マイナス1.50%。日経は535円の下げ、マイナス1.59%。1ドルは143円01銭。引き続き143円台で推移しております。午後2時時点での東証プライムは、 値上がりが三百四十一銘柄、値下がりが千二百六十九銘柄、変わらずが四十八銘柄。七割近い銘柄が下がった状況です。アメリカの方は九連騰の反動と、クリスマス休暇前の利益確定売りで下げとなりました。ダウ、ナスダックともに十日ぶりの反落です。日本はアメリカ市場の流れと一時ドル円が百四十二円台へ。 円高が進行したことで売られております。アメリカ国債10年ものの利回りは低下し3.8%台で推移しております。日本の方は引き続き0.56%台で推移している状況です。ドル円も引き続き143円台で推移しています。原油は引き続き1バレル 74ドル台で推移しています。外国人投資家の動向ですが、こちらが外国人投資家、そして12月の第2週、現物、そして先物の,の状況です。このように、現物と先物の,の合計では、1223億円、4週ぶりの買い越しです。ただし、現物で2 3三十。円。 2378億円の買い越し先物ではマイナス1155億円の売り越しになっています次に業種別の株価指数ですほぼ全面下げの状況となりました海運株の大幅な5連投が目立ちます上げたのは海運株とそして陸運の2業種のみです 輸送機器と精密機器の2%を超える下げが目立ちます。倉庫運輸が弱く8年配の状況になっています。売買デカランキングの方は上げ下げまちまちな結果となりました。1位のレーザーテックの売買代金はこれで58日連続で2000億円台を確保しています。 本日、半導体は上げ下げ、まちまちとなりました。川崎汽船や日本郵船、そして商船密井、こういった海運株が中東リスクでの運賃上昇期待で引き続き買われている状況です。トヨタがダイハツの不正問題とエアバッグのリコール問題がダブルパンチとなって、本日大きく売られております。 銀行株は本日下げております。経済スケジュールの方は、今夜は注目イベントがいくつもあります。GDP 価格指数、フィラデルピア、電銀、景況指数、そして GDP。クリスマスがいよいよ見えてまいりました。次に引き合い発表された U ボー IR です。まず、i m e カテ a t e c h i m e ク a t e c h は半導体パッケージは、 FPD の製造装置のメーカーです。海外大手半導体関連,ーーからあ関,連関連メーカーから28億円の大口受給を獲得したという発表がなされました。アイメ t テックがこの日の取引終了後、海外大手半導体関連メーカーからウェハーハンドリングシステムの大口受給を獲得したと発表した。 受注金額は約28億円で25年6月期に売上計上を予定するなお同県による24年6月,期6月期業績への影響はないとしているこういった発表でした本日の株価は4730円出来高は18万株です この18万株の2倍くらいですが、34万株の信用外算がある状況です。1年の株価の動きは3月16日に1290円ですので、かなり低い位置です。ここら辺の位置です。そして11月20日に7070 70円ですので、ここが最高値です。直近はこのようにデッドクロスを形成した 下げトレンドでの今回の IR です。信用買いが多いという点はご注意ください。次にアク,アクモスです。アクモスは IT ソリューションを中核に IT インフラ、IT サービスを提供する会社です。今期配当を10円増配という発表がなされました。アクモスが大引け後に配当修正を発表。 24年6月期の期末一括配当を従来計画の14円から24円に大幅増額修正した。本日の株価は379円。出来高は9300株です。この9300株の3倍くらいですが、27万株の信用外算がある状況です。 1>, 1年の株価の動きは1月6日に340円ですので、かなり低い位置です。ここら辺の位置です。そして9月20日に443円ですので、ここが最高値です。直近はこのように25日線に頭を抑えられた下げトレンドでの今回の IR です。今回の増配で利回りは6.33%という超高配当株となりました。 株価は割高でも割安でもありませんが、稼ぐ力は高いです。時価総額が低い点と、出来高9300株に対して23万株も信用外算があるという点。この2点はご注意ください。そして次にクレオです。クレオはソリューション、受託開発、システム運用、サポートサービスを提供するソフトの開発会社です。 今期配当を10円増配という発表がなされました。23年3月期期末一括配当を従来計画の40円から50円に増額修正した。本日の株価は915円、出来高は6500株です。この6500株の桁違いにありますが、18万株の信用外算がある状況です。 一年の株価の動きは10月24日に864円ですので、ここが最安値です。一方、7月27日に1003円ですので、ここら辺の位置です。直近はあまり明確なトレンドがない状態での今回の IR です。今回の増配で利回りが5.46%の超高配当株となりました。 時価総額が低いという点と、板薄であるという点、そして信用いが多いという点はご注意ください。次に水道機構です。水道機構は、えー、上下水道などの水処理エンジニアリングの会社です。今期形状を2.3倍上報修正という発表がなされました。 24年3月期の連結計上利益を従来予想の1.5億円から3.5億円に2.3倍上方修正し、現役率が63.3%減から14.4%減に縮小する見通しとなった。今回の要因としては、紙機からの仕入れ研修ずれ見込み、それから下機の工事の出来高の増加、メンテナンス分野での受注 受注増加となっています。本日の株価は1424円。出来高は200株です。この200株の100倍以上ですが2万、2万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは1月4日に1251円ですので、ここら辺の位置です。そして3月24日に1501円ですので、ここら辺の位置です。 直近はあまり明確なトレンドがない状態での今回の IR です。PBR は1倍割れですが、PER を加味すると割安とは言えない状況です。配当は良い状態ですが、稼ぐ力は低いです。時価総額が低いという点と、板薄であるという点、そして信用買いが多いという点はご注意ください。次にウェルビーです。 ウェルビーは生活習慣病など個人,健個人健康管理のプラットフォームを提供する会社です日本。日本生命と業務提携で基本合意という発表がなされました。ウェルビーはこの日の取引終了後、子会社ウェルビーヘルスケアソリューションズとともに日本生命保険との間で業務提携に関する基本合意書を締結すると発表した。 合わせてウェルビーヘル,ヘルスケアソリューションズが日本生命に対して第三者割当増資を実施し、資本提携を行う。パーソナルヘルスレコードを用いた地域医療機関連携やネットワーク構築を発展させ、未病、予防から医療現場に至る生活習慣病領域での事業展開を目指す。 こういった内容です。本日の株価は503円。出来高は2万5000株。この2万5000株の10倍以上ですが、31万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは1月6日に345円ですので、ここら辺の位置です。そして11月20日に818円ですので、ここが最高値です。 11月の10日に鈴、鈴県との資本業務提携を発表して、このように急騰した経緯があります。時価総額が低いという点と信用外が多いという点はご注意ください。次に、朝刈り県です。朝刈り県は、電子部品から貴金属の回収、精錬を行う会社です。プライ プライムプラネットエナジーソリューションズ株式会社との共同開発契約の締結という発表がなされました。当社はプライムプラネットエナジーソリューションズ株式会社との間にリチウム二次電池のリサイクル技術を活用してリサイクル資源を回収することを目的とした 共同開発契約を締結しましまたこういった内容です。この非常に言いにくいですけれども、プライムプラネットエナジーソリューションズ。この会社はトヨ,タトヨタとパナソニックの合弁会社です。本日の株価は938円。出来高は8800株です。この8800株の2倍20倍くらいですが、 1 5万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは12月20日に935円ですが本日安値934円つけておりますので本日が年初来最安値ですそして3月8日に1533円ですのでここら辺の位置ですこのように直近は25日線に頭を押さえられた 下げトレンドでの今回の IR です。時価総額が低いという点と、リタウスであるという点、そして信用買いが多いという点はご注意ください。その他の IR です。本日 IR17 件出ております。上6件が今お話した内容です。この他に山崎製パンが14%の情報修正、最高影響想を上乗せ、 六甲バターは今期配当を5円増配。共同 PR は今期配当を1円増配。大三津は3.2倍の増益。アイリアは未定だった今期配当は5円実施。そして小田原エンジニアリングは今期配当を5円増配。日記層は今期配当を2.5円増配。TPR は 株主優待制度を拡充で発表しています。保有期間に応じて贈呈されるお米券の容量が上積みされるようです。アイネストは25%の情報修正。小田急電鉄は600万株。1.64%の自社株買い。藤田観光は30%の情報修正が発表されております。次に今日の増配株です。 本日9件増配を発表しております。佐藤、佐藤渡辺は前年100円から今回150円。利回りは5.02%になります。グランディーズは14円から15円。利回りは3.33%です。ビリングシステムは10円から12円。利回りは1.28%。六甲バターは20円から25円。 利回りは1.92%、共同 PR は8円から10円、利回りは1.83%、小田原エンジニアリングは25円から45円、利回りは2.33%、日記層は前年25円から今回27.5円、利回りは2.89%、クレオは40円から50円、 利回りは5.4。6%、アクモスは13円から24円、利回りは6.3。3%以上が発表されています。次に昨日発表された ir の値上がり率ランキングです。値上がり率第1位はパルマでした。日本郵政が施行中のセルフストレージ事業にパルフのセルフストレージ関連サービスを。 提供との発表したことによって、前日比25.0%の株価上昇。本日、よりで買って引けで売ると5.0%の利益となっておりました。第2位は、暁。ソニーと公営テクモとの基本業務提携を発表したことにより、前日比23.9%の株価上昇。本日、よりで買って引けで売ると2.0%の利益となっておりました。 第3位は全保連。5円の増配を発表したことにより、前日比11.6%の株価上昇。本日、寄りで買って引きで売ると、マイナス2.6%の損失となっておりました。4位以下ご覧の結果となっております。11位まで。そして16位まで。次に本日のストップ高とストップ安です。 本日ストップ高7件出ております。ホリーフードサービスは2日連続、グランディーズ、パルマ、アカツキ、テノホールディングスは2日連続、ジェイクも2日連続、ウレルネット広告社も2日連続。このうちグランディーズは情報修正と増配です。パルマは郵便日本郵便が施行中のセルフストレージ事業に タルマアカツキはソニー、コーエーテクモの2社と資本業務提携を発表したことによるものです。ェイクはシステム開発や DX 推進を手掛けるエ f ィシ c ント n を子会社化したということによるものです。ウれルネット広告社はオルリンクス製薬を子会社化したことによるものです。 本日、ストップ安も2件出ております。クォンタムソリューションズ、リネットジャパングループ。このうちリネットはカンボジア子会社で不正融資が発覚したことによるものです。次に本日の値上がり率、値下がり率ランキングです。値上がり率第1位はパルマでした。前日比25.0%の株価上昇。第2位は J 前日比24.7%の株価上昇。第3位は赤月。前日比23.9%の株価上昇。値下がりの方は、第1位が f ネットワークス。前日比マイナス18.9%の株価下落。第2位はリネットジャパン。前日比マイナス18.7%の株価下落。第3位はクォンタムソリューションズ。 前日比マイナス18.3%の株価下落でした。明日、反発期待の本日の急落銘柄ですが、えっと、まず東洋建設が本日マイナス8.9%の急落となっております。アベジャーがマイナス8.4%の急落。霞が関キャピタルがマイナス5.1%の急落。突板が マイナス5.1%の急落そして円プラスがマイナス4.9%の急落 E レックスはマイナス4.7%の急落ゴールドウィーンはマイナス4.2%の急落ケンジホールディングスはマイナス4.1%の急落マツダはマイナス4.1%の急落トヨタ自動車が マイナス4.0%の急落。もちろん増、続落する可能性もあります。次に、新規上場スケジュールです。本日、マーソが上場いたしましたので、お話しいたします。初値は2079円。公開価格を8%下回って寄り付きました。こちらが場中のチャートですが、このように、その後は乱高下し、 2039円で引けております。この他に明日、ヒューマンテクノロジーズが上場します。早稲田学習研究会も明日上場です。え来週になると、ナルネットコミュニケーションズ、そしてゆとり、発値予想など詳細はこちらの動画をご参照ください。次に、決算スケジュールです。明日は2件が予定されております。 今週来週の主な決算、このようになっております。明日は投票は1件のみです。y e デジタル。そして、2週間分の決算スケジュールはこの動画をご参照ください。次に配当関連情報です。12月の高配当ランキング、年間配当金での利回りランキング、単月配当金での利回りランキング、このようになっています。 12月の権利付き最終日は12月27日水曜日です。1月の方は高配当ランキング、年間配当金での利回りランキングはこのようになっています。そして単月配当金での利回りランキング、このようになっています。1月の権利付き最終日は1月29日月曜日です。 詳細はこれらの動画をご参照ください。次にアソデートリ候補10選です。明日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、ホリーフードサービス、アカツキ、QPS 研究所、全保連、JET、三社電気製作所、ジェイク、売れる広告社、あ、売れるネット広告者、エミ,エミメン、ギフトホールディングス、 これらがアソンデイトリに向いてくるのではないかと思われます。次にトピックです。本日、ダイハツの不正とトヨタのエアバッグリコール関連銘柄の動きについてお話しいたします。まず、こちらがトヨタで発生した新たな問題です。トヨタ、アメリカで100万台をリコール、エアバッグのセンサーに不具合。 トヨタ自動車はアメリカで約100万台をリコールする。センサーの問題により、助手席側のエアバッグが正しく作動しない恐れがある。トヨタの20日発表によれば、トヨタ及びレクサスブランドのセダンと SUV の一部で搭載されたセンサーが同乗者の体重を不正確に検知し、衝突の可能性がある場合に、 エアバッグが設計通りに展開しない恐れがある。リコールの対象となるのは2020年から2022年モデルのガソリン車及びハイブリッド車の一部。トヨタはディーラーがセンサーの点検,を点検を行い、必要に応じて無償で交換すると説明。対象者の所有者には来年2月半ばまでに通知するとしている。 こういった発表です。これによって本日すでに影響が出ております。アイシンが下げ幅を拡大。トヨタのアメリカリコール部品製造で業績へ悪影響を警戒。アイシンが下げ幅を拡大した21日同社のアメリカ子会社で製造された製品が搭載された車両について、得意先よりアメリカ運輸省 道路交通安全局へリコールの届出が行われたと発表した。現時点で業績への影響を合理的に算出するのは困難としている。その後、アメリカブルームバーグ通信がトヨタ自動車とトヨタ自動車がエアバッグのセンサーの不具合によりアメリカで約100万台のリコールを実施すると発表したことに関連し、アイシンの広報担当者が エアバッグの乗員検知センサーが同社性であることを21日明らかにしたと伝えた。これらを受け、今後の業績へのネガティブな影響を懸念した売りが優勢となったようだ。こういった状況です。そして一方、ダイハツの不正問題ですけれども、こちらが帝国データバンクから公表された影響範囲のデータです。 このように大発のサプライチェーン企業は合計で8136社、そして派生する売上高はこれらを合計すると2兆2110億円、とんでもない範囲になってきました。昨日からの大発不正、そして本日の大トヨタのエアバッグ関連、これらでの関連銘柄の動きがこのようになっています。 メタルアートは昨日から大きく下げていて、昨日が13.1%の下落でしたが、本日はさらにマイナス10.12%の下落となっています。大京西川は昨日がマイナス2.1%。本日はマイナス3.09%。明けぼのブレーキは昨日は影響出ていませんでしたが、本日マイナス1.85%。 そしてトヨタ自動車は昨日はプラスでしたが本日はマイナス4.03%ダイハツディーゼルは昨日はプラスでしたが本日はマイナス1.13%スバルは昨日プラスでしたが本日はマイナス3.47%双葉産業は昨日プラスでしたが本日マイナス3.01% マツダは昨日プラスでしたが、本日マイナス4.10%になっています。そしてエアバック関連の方ですが、先ほどお話したアイシンが昨日はプラスの1.60%でしたが、本日はマイナス3.91%になっています。そして競合の動きです。ダイハツ不正関連で競合であるスズキは、 昨日が3.10%の上げ、そして本日は2.13%の上げで2連投になっている状況です。次に今日の気になるチャートです。本日は下げてる株、反転狙いの逆張り向けのお話として、ソシオネクスト、そして上げてる株、トレンドを祈る順張り向けとして、三井 E&S についてお話しいたします。まず、上げてる株、 トレンドになる順張り向けの三井 E&S。三井 E&S は総合,エンジン総合エンジニアリングの会社です。旧三井造船です。機械、船舶、海洋開発、エンジニアリングの4事業領域を持っています。アンモニア燃料船開発で注目を集めています。参加に三井海洋開発と カジテックを持っています。川崎重工と修繕船、えー、事業で提携しています。株価の方は11月の中旬からこのように上がり始め、1ヶ月ほどで株価は1.5倍に上昇しています。売上と営業利益の推移はこのようになっていて、 売上は低迷の一途をたどっている状況です。配当は無配に転落していて時期もあり、現在は復配したものの利回りは0.5%前後です。このように4事業領域の売上の状況ですが、機械が63.7%、そしてその他が25.7%、 エンンジニアリングがこのようになっています。4事業を展開しているといっても、機械が大半で、その他のエン,ジニアリングはエンジニアリング、そして船舶、そして海洋開発は10%にも満たない状態で、特に船舶に関しては、ほぼあ、海洋開発についてはほぼゼロの状況です。 4事業の動きですけれども、このように4事業とも低迷状態で復活,復活できそうな目が何一つとしてない状況です。従業員数の方ですが、このように従業,従業員を急速にリストラしており、この2年で従業員数は半分以下に減少しています。 こちらが11月9日に発表された決算です。紙機形状が黒字浮上で着地。7月から9月期は94%増益。24年3月期第2クォーターの連結形状損益は59億円の黒字に浮上し、通期計画の60億円に対する進捗率は98.5%となった。7月から9月期。 第2クォーターの連結形状利益は前年同期比94.4%増の53.5億円に拡大し、売上営業損益率は前年同期の2.9%から6.7%に急改善した。こういった内容でした。決算発表の翌日、株価はあまり反応せず、1.0%ほどの下げとなりましたが、 ここでしばらく揉み合った後、上げトレンドに入っていきました。信用取引の状態は、決算発表後にもみ合っていた時期は、空売りが少なく、対借倍率は52倍もありましたが、そこから空売りが増加したことで、対借倍率は半分以下の19倍に量化している状況です。 本日の株価は614円、出来高は640万株です。こちらは2022年、2023年、2024年の売上高、経常利益、最終利益、一株利益、一株配当の見通しです。このように増収ですが大幅な減益の見込みとなっています。PBR は1倍割れで、 PER を加味してもやや割安ですが、配当は低く、稼ぐ力も低い状態です。配当成功はやたら低い状態になっています。需給は重い数字になっています。テクニカルについては、パラボリックは上げで転倒。マックリーは下げトレンド。RSI はやや加熱気味。 ボリンジャーバンドは明確なシグナルは見られません。ここから上離れするか非常に気に,気になるチャートです。次にソシオネクストです。こちらは下げてる株反、反転狙いの逆張り向けのお話です。ソシオネクストはファブレス形態でシステムオンチップの設計、開発を行う会社です。今年7月に 合計で37%の株式を保有する富士通、パナソニック、日本政策投資銀行が全株を売却すると発表して大騒ぎになりました。こちらは株価の推移ですが、6月21日の28,330円をピークに株価は下がり続け、半年で株価は3分の1 近くに下がってししままいました。売上高と営業利益の推移はこのように売上利益ともに順調に伸びており過去最高益を見込んでいます売上セグメントはこのようになっていて日本が44.4%アジアが37.0% アメリカが15.8%、売上の半分近くを日本が占めますがアジアとアメリカでの売上比率も高い状態です配当については昨年上場したばかりですがこのように配当も伸びていますこちらは10月31日に発表された決算です今期計上を1点 24%増益に情報修正。最高益。今期配当を実質増額修正。24年3月期第2クォーターの連結計上利益は前年同期比66.3%増の204億円に拡大した。合わせて通期の同利益を従来予想の225億円から290億円に 28.9%情報修正し、一転して23.7%増益を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。同時に12月31日割当ての1対5の株式分割に伴い、今期の年間配当を従来計画の210円から138円に増修正した。 年間配当は実質9.5%の増額となる。7月から9月期、第2クォーターの連結計上利益は前年同期比65.3%増の93.3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の11.4%から15.4%に大幅増額し、大幅上昇した。こういった内容でした。 経常利益の進捗状況ですが、第1クォーター、第2クォーター、そしてこちらがコンセンサスです。第1クォーターが38.3%、第2クォーターが70.5%、高進捗の状況になっています。第1クォーターはコンセンサスも上回っていました。この分でいくと、通期のコンセンサスも十分いけそうな状況になっています。 進捗も良く、コンセンサスも上回っていた上、情報修正と増配、そして株式分割の5点盛りでしたが、えー、決算発表の翌日、このように株価は窓を開けて下落し、マイナス6.5%の大幅な下げとなりました。この状況について出た記事がこちらです。ソシオネクス ソシオネクストが下げ転換、業績配当予測引き上げ、株式五分割発表も個人投資家の売り膨らむ。31日の取引終了後、24年3月期第2クォーターの連結決算発表に合わせ、数期の業績配当予想を情報修正した。最終利益の見通しを175億円から225億円に引き上げた。 現役予想から一転して増益を見込む。また、12月31日を基準日として、24年1月1日付で1株を5株に分割する。年間配当予想は、株式分割前のベースで20円増額し230円とした。これらを公開交換した買いが先行したものの、足元では小型グロース株の下落が 個人投資家の心理を悪化させており、ソシオネクストに対し利益確定目、利益確定目的の売りを促す要因となったようだ。こういった状況でした。信用取引の状態は、3ヶ月の信用取引を見ると、対借倍、えー、対尺銘柄ではありませんので、対借倍率で見ることはできませんが、出来高の3倍近い 信用買いが積み上がっている状況です。本日の株価は11510円。出来高は190万株です。3年間の業績見通しは増収、増益で増配の見通しとなっております。PBR は割高で、株,あ株価は失礼しました。ここは株価は割高で、 配当も良くないが、稼ぐ力は高く、自己資本比率も高めです。需給はかなり重い状態になっています。テクニカルの方は、一目均衡は分厚い雲が垂れ下がってきている状態です。パラボリックは本日、下げから上げに転換しました。マックリーは昨日、ゴールデンクロスを形成し、 上げトレンドになっています。RSI は35付近で推移しています。ボリンジャーバンドはバンド幅を縮小し、中心線付近に戻ってきています。かなり厳しいですが、これで反転する可能性もあると思うチャートです。次に去年の今です。去年の1週間後を振り返るセクションです。今年もまた同じことが起こるかもしれません。 また上がるという確信じみた話ではありませんので、その点はご注意ください。本日は昨年12月27日について振り返ります。この日は、レナサイエンスがディスポーザブルの国際内視鏡の薬事承認を取得したことにより、前日比25.8%の株価上昇。オープが三菱商事と協業に関する協議、 そして、チェンジと資本業務提携を結んだことにより、前日比23.1%の株価上昇。ペプチドリームは、イーライ・デリーと共同研究及びライセンス契約を締結したことにより、前日比20.0%の株価上昇。随行は、株主優待制度を導入したことにより、前日比15.4%の株価上昇。 t c a は配当を4円増配したことにより、前日比11.8%の株価上昇でした。本日、バッド IR はありませんでした。明日に向けた株式投資についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。